りんごです。今日の動画はめっちゃ重かった。もう腕がちぎれるかと思ったんですけど、キッチンをねちょっとおしゃれにしたくて、ニトリと100円ショップダイソーでキッチンおしゃれグッズを買ってきたので、今日は紹介していきたいと思います。ちょっとね一緒に組み立てたりしていきたいので、よろしくお願いします。では早速やっていきたいと思います。まずちょっと私の台所を見ていただきたいと思います。あのね、決しておしゃれとは言えないんですよ。はい、ここがキッチンになります。決してねおしゃれとは言えないキッチンなんです。で、こんな風にね調味料もねちょっとバラバラなんですよ。なのでこちらにね統一感を出して、少しでもおしゃれに見えるようにしていきたいなと思って今日は買ってきました。ということで戻ります。戻りました。買ってきたものを紹介していきたいと思います。まずじゃん、こちら木製調味料ホルダーを買ってきました。ポット3個付きでした。こちらね、こちらちょっと開けてみよう。なんか組み立てるのとか苦手なので、組み立ってたらいいなと思うんですけど、どうかな。お、できてる。じゃん、こんな感じ。ここに調味料を入れます。こうやって開けて、で、これがね、お砂糖とか、あと、鶏ガラスープとかを入れようかなと思って、もう3個ついてたので、すごく便利だなと思いました。こちら買いました。そして私が一番欲しかったものがこちらです。じゃん！あ、もう腕がちぎれるかと思った私。こちら、米びつでございます。米びつを買ってきちゃいました。今まで米びつというものは使ってなくて、お米を開けたら輪ゴムでね、ぐるぐるっと巻いてたんですけど、なんか米びつ欲しいなと思って、今日買ってきちゃいました。かわいいでしょ？ここにお米を後で入れていきたいと思います。そして最後は、これもね、ちょっとおしゃれかなと思ったの。じゃん、こちら。パスタを入れるね、ケース。ガラスパスタポットっていうものを買いました。しかもね、すごい便利だなと思ったのがね、こうやってやると一人分のパスタの量が出てくるんだって。私は一人分じゃ足りないので、ここから2回出して二人分食べようと思ってるんですけど、これもね、可愛いと思って買っちゃいました。キッチン用品ってそんなに買い替えることないので、もう一気に買っちゃえと思って買っちゃいました。そして次が100円ショップダイソーで買ってきた商品を紹介したいと思います。まずじゃん、こちら100円ショップなんだけど200円したガラスのポット。これはね、紅茶を入れたいなと思って買ってきました。これが2つ買ってきました。そしてこちら調味料を入れたくて、入るかな、あ、入る入る。調味料のね入れるものも統一したかったんですよ。なのでこの調味料入れ、これすごい便利なんですけど、こっちは大量に出てきて、こっちはサラサラと出てくる。なんかね、こうやって開くようになってます。いいなと思って、これを4つ買ってきました。レンジフードフックというものも買ってきました。あの、お玉とかかけたいなと思って、あとフライパンとかね、これを2つ買ってきました。最後なんですけども、こちらは、食器用洗剤をシンプルなこちらに入れ替えようと思って買ってきました。こんな感じ。はい、揃いました。これできっと台所がおしゃれになることでしょう。ということでね、ちょっと入れていこうか。全部洗わなきゃいけないよね、まず。ちょっと全部洗ってきます。よーい、ドン。はい、ということで、すべて洗ってきました。なんですけど、水滴、私はよく拭いたんですけど、1日くらい、伏せて置いといた方が、すべてのお水が飛ぶと思うので、そっちをおすすめします。ということで、私は入れ替えていきたいと思います。まずじゃあ、ブラックペッパーを入れます。入れ替えたばっかなんだよね、ブラックペッパー。なんか少ない結構入るんだ、これ。これ、満タンの1回分を詰め替えたんですけど、全然こんな少ない。じゃあ、パセリもなんか少ないことになっちゃう？パセリも少ないまあいいですけど、まあいいですけど少ないですね。よし。塩コショウも入れていきます。私これを機に自炊を頑張ろうと思ってるんですよ。作らなくはないんだけど、やっぱコンビニ弁当って美味しいからさ、頼りがち。あ、これはちょっと多い。いけるかな？いけたー！
満タンでございます。見えますか？満タンでございます。塩コショウですね。こちらは続いてお塩入れていきたいと思います。ちょうど切れちゃってたのでお塩も買ってきました。いいですね、いいですね。よいしょ、綺麗。白に白、かわいい、かわいいです。やっぱダイソーいいですね。そして余った方をこっちに入れていきたいと思います。なんかさ、料理する時ってめちゃくちゃたくさん入れたい時と、あとサラサラって少しだけかけたい時ってあるじゃないですか。そういう時に大量にかけたい時は料理中にね、こっちのものを使って、でちょっとかけたい時はこっちのものでサラサラかけようかなと思って、こんな感じで分けます。これね、スプーンもついてましたよ、ちゃんと。続いてガラスープ入れていきます。化学調味料、無添加のガラスープ。でもさ、これさ、賞味期限忘れちゃうね。まあいっか。期限忘れちゃうかも。でもまあすごい使いやすそう。写真撮っておけばいいのか。続いてお砂糖、いいですね。なんかこう気分が上がりますね、やっぱり料理してないんですけどおー、いいよいいよいいよ、来てる。どんどん入れていきたいと思います。よいしょ。これ重かったんだよね。なんか5キロと4キロがあって、5キロでお米買うのに4キロしか入らないのはなって思って5キロを買っちゃいました。でも私何キロで買ってんだっけ。2キロで買ってんだいつも。え、じゃあ5キロもいらなかったですねあれおかしいな。でも乾燥剤とか入れなきゃいけないよね、米びつって。おー、でもかわいい、使いやすそうだ。ちょっと乾燥剤は調べて買ってきたいと思います。こんな感じで、少ないですけど、ちょっと食べちゃったんですけど、米びつっていうのかな、これも米びつの完成です。そして次、この2つのボトルに紅茶を入れていきます。これがね、ヨギのベッドタイムっていう紅茶で、すごいハーブティーみたいな感じかな、ハーブティーっぽい感じです。お、いいんじゃないですか。見てください、かわいい。そしてもう一つが、なんか常備してんのが2つぐらいなんですよ、紅茶。これがね、スロートティーっていう喉にいいお茶です。味が大好きで私は毎日飲んでますね、美味しい。お、いいじゃないですか、かわいいですね最後かな、最後。これがね、パスタを入れるやつです。別にさ、これでもいいんですよ、これでもいいの。だけどさ、ちょっと入れたいじゃんね。でも早湯で3分とか忘れそう。早湯で3分です。ちょっとこの動画見て、あれ何分だっけって思ったら、3分って覚えとこう。早湯で3分。え、待って、全部入る？早湯で3分。これ入んなかったらさ、結局ストックみたいになるんですけど。あ、入るかな？入んないかも。結局ストックになるのもなんか嫌じゃないですか結局ストックかな。ちょっといけるとこまで入れてみます。あと2束。あと1束。難しいかな。もう開けちゃうよ私開けちゃいます。でもいけそう。だけどちょっと喧嘩してる、喧嘩してる、喧嘩してるよ。ちょっとどっから入れるのこれ。ちょっと喧嘩しないで。ちょっと
行った、行きました、来ました。おー来た、かわいい。こんな感じです。早速すべてをセットしていきたいと思います。まずですね、こちらセットしていきたいと思います。どこ、ここら辺、お、ちょうどいいよ、ここ。そしてね、全部はい、ここに入れていきます。よいしょ、お、いいね。いいですね。これはこんな感じに入る。見て、いい感じ。そしてパスタはここに置きます。ここ、あとね、このボトルもここに、こっちにしようかな、こっちに置いて。え、どう、なんかあんま変わってない。なんか変わってないか。ちょっと待ってね、まだあるから。ちょっとフックとかかけてみちゃったりして、ちゃんとしまわれているフライパンを出します。ちゃんとしまわれてるフライパンをかけます。どうですか、ぽいぽい、あ、ぽい。ぽくないですか。こっち何にします。ちゃんとしまわれている鍋、え、何がいいかな。あ、お玉とかでしょ、こういうことでしょ。え、ほら、どうですか、ぽいぽい。料理しそうですね。で、このジョイをですね、こっちの入れ物に入れ替えたいと思います。なんかさ、私バカみたいかな、形から入りすぎだよね。ちょっとなんかちょっと悲しくなってきた。ちょっと切ないよ、切なくなってきました。まあでもいいんです、これで、これでいいんですよ。私はでもさ、結構な金額したよね、全体的に。なんかあんま変わってない。おしゃれってやっぱさ、ほんとセンスなんだなと思います。なんかあんま変わってないかも、ちょっとショッキングだな。これ取れんのか、取れた。やだこれ、あ、いける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 、あ、いけるよいけるよ、頑張れ頑張れ。おっしゃ、来た来た来た。これをここに置きます。ほら、どう、いや、あんま変わんないな。これちょっとしまおうか。どうですか、ちょっとどうなのかな、近くで見てもらおうと思います。あ、さっきと比べたら割とおしゃれになったのかな、この辺とか。あ、なった。こうしとけば見えないし、開けてもまあ揃えたよっていう、揃えたよって感じですね。うん、これがダサいのかな。まあかけちゃったりして、ちゃんとしまわれてたフライパンかけちゃったりしました、わざと。どうですか。まあここはね、ここはいいですね。ここはヨギの紅茶はね、毎日飲むので、ただここにある必要はあまりないような気もしなくもないな。まあでもいいか、いいよね、使いやすそう、使いやすそうだ。うん、いい感じです。いい感じということにしました。塩コショウ忘れてました。ここにも紅茶とかいろいろ置いてるんですけど、あとお菓子とかね。米びつはいつも使うので、ここに置いておこうと思います。こんな感じ。はい、ということで本日はキッチンを少し綺麗にしてみたよって動画でした。値段の割にちょっと思ってたのと違うというか、もうちょっとおしゃれになる予定だったなとは思うんですけど、まあでもね、最初に比べたらだいぶおしゃれになったかなと思います。これでね、自炊も頑張っていきます。今日はですね、ナスとピーマンの味噌炒めを作ろうと思います。干物女子頑張ります。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。めっちゃ暑い。汗って感じです。あ、裸眼です。どうですか？裸眼は嫌いですか？